どうもクロスロードラボです、今日はですね TWSC、東京ウイスキー&スピリッツコンペティション2021の、その他の国のウイスキーを紹介したいと思います。この東京、ウイスキースピリッツ&コンペティションはですね、ブラインドテストで、200名以上の審査員から最高金賞、金賞、銀賞、銅賞と数々のウイスキーに賞が与えられる、日本で唯一のウイスキー&スピリッツ、コンペティションになります。はい、前回はアメリカンウイスキーを紹介しました。そして前々回はスコッチウイスキー、そして今回は、その他の国のウイスキー、はい、もちろん日本はちょっと外しました。で、結構ですね、スコッチ、アメリカン以外の国のウイスキーってあんまり知らない方の方が多いんじゃないかなと思いますし、僕もそんなに、詳しくはないですね。やっぱりこのチャンネルでね扱ったものといったら台湾のウイスキーのカバランだったりとか、あとは、インドのウイスキーのアムルットねなんかは扱いましたが、その他のヨーロッパの国だったり、あとオーストラリアの国だったりとかね、以前ニュージーランドの、ウイスキーも扱ったりとか、あとは視聴者の方から届いたものの中に入っていたらそれを紹介したりとか、はい、なかなか自分の店に置いて、メニュー表に載っけてっていうことは少ないんですけど、まあ、他のお店で飲むってことはね僕も結構しますけど、今はねいろんな国でウイスキーが作られているので新しい蒸留所が結構入ってきてますね、うん、もちろんですね、今回、まあ、よく言われる5大ウイスキーの生産国の中のアイルランドね、アイルランドも今回の、その他に入れました。はい、そんなに馴染みない方もいらっしゃると思いますし、やっぱりね情報がそんなにないっていう場合も多いんですよね。だから金賞、銀賞、銅賞、この中から10本厳選しましたので、ちょっと他の国のウイスキーも飲んでみたいなって方には、少し参考になるんじゃないかなと思います。はい、それでは行ってみたいと思います。はい、まずですね、先ほども名前が出たカバラン、今回カバランはかなり賞を受賞しています。去年もそうでしたし、毎年カバランはかなりね、入るんですよね。で、その中からまあ比較的買いやすいものといったらカバランコンサートマスターですね、シェリーカスクフィニッシュ、はい、割と新しいもので、まあ、1万円ぐらいしちゃうんですけど買いやすいとは言えないですね、はい、あとは、カバランのソリストビーニョバリックね、こちらワインダルの、カバランのシングルモルトなんですけど美味しいですね。カバランは基本的にシングルモルトしか、ないです、はい、カバランソリストビーニョバリックはねどこかの機会で一度飲んでいただきたいなと思います。この青いラベルが目印ですね。あとは手に入るとこと言ったらカバランディスティラーズセレクトナンバー1とナンバー2ね、この2つはですね一番買いやすいカバラン、価格帯的にも5000円ぐらいで買えるものです。こちらはね銅賞を受賞されてます。あとは銀賞でカバランのコンサートマスターポートカスクフィニッシュね、7600円ぐらい、だいたい1万円以下で買えるものはこれぐらい。あのビーニョバリックは高いですから、はい、気をつけてください。その他にはですねカバランソリスト PX シェリーね、モスカテルシェリー、あとはマンサニージャシェリー、フィノシェリー、バーボン、カスクですね、あとはディステラリーリザーブラムカスク、これは蒸留所限定のものですね。結構手に入りにくいものが賞を受賞していたので省きました。気になる方はあの TWSC のオフィシャルサイトから PDF ダウンロードできるので、受賞ウイスキー一覧をぜひ見てみてください。カバランはですねこのチャンネルでもあの何本か動画にしています。2本3本ぐらいにはなってるかな。台湾に行ったダイジェスト動画と、あとは、カバランの具体的な蒸留所紹介の話と、あとは実際に飲んでる動画もありますね、はい、そちらがありますので下の概要欄からね興味ある方はリンクをたどってみてください、はい、次です。カネマラ、はい、こちらはねアイルランドのアイリッシュウイスキーです。シングルモルトになっています。アイルランドのクーリー蒸留所というところで作られているスモーキーなアイリッシュシングルモルトウイスキーなんですけど、普通はですねアイリッシュのイメージって言ったらノンピートで、そして、3回蒸留で、クリアな印象を持っている方が多いと思いますけど、こちらは2回蒸留、そして、ピートが結構効いてます。確かね 14ppm ぐらい、うん、もう飲んだら一発で分かるぐらいの、煙たさがありますね。ここはねサントリーが所有している蒸留所ということもあって、まあ、スーパーだったりとか結構見かけると思いますね。個人的にはねハイボールにした時のあの梨をすりおろしたような、フルーティーさ、
そしてこの煙たさね、焦げ臭さっていうのが融合した味がとても美味しいですね、うん、他にもね12年とかがあります。試しやすいんじゃないかなと思います。次はコッツウェルズファウンダーズリザーブチョイス、シングルモルトウイスキー、はい、こちらはですねイングランドの、ウイスキーになっています。シングルモルトですね。コッツウェルズっていう場所で、蒸留所コンサルタントでもあるジムスワン博士の、指導を受けた蒸留所ですね。コンサルティングを受けたということですね。で2014年に製造を開始したばかりのまだ新しい蒸留所です。このジムスワン博士すごい有名人なんですけど、2017年にね、亡くなられてしまったんですが、このジムスワン博士といえばね、あのキルホーマンをコンサルしたことでも有名ですし、先ほど名前が出たカバラン蒸留所もそうですしね、あとはインドのアムルットもそうですね。名だたる蒸留所をコンサルした有名な蒸留コンサルタントです。ここはですねスコットランドをしのぐウイスキー作りを目指すというコンセプトに、地元産大麦を 100% 使用して、さらにはフロアモルティングも行っています、はい、テロワールをね大事にしていて、今では世界中から数々の賞を受賞しています。次です。ランベイシングルモルト、はい、アイルランドですね。海風とカミューが育てる、唯一無二のアイリッシュウイスキーというのがキャッチコピーなんですけど、どういうことかというと、ランベイっていうのはまず島の名前なんですよね、うん、アイルランドのねダブリンっていう首都ですね、の北にある小さな島です、はい、フランスのですね有名なコニャクメーカーのカミューって聞いたことある方いらっしゃると思いますけど、そこの会社がプロデュースするアイリッシュウイスキーで、カミューのねコニャック樽を高熟に使っています。まあ、よく言うブランデーカスクフィニッシュってやつですね、うん、でランベ島の、トリニティウェルウォーターを使用しています。このランベはねカミューの自社蒸留ではないんですけど、蒸留自体は2003年にできたばかりの、まあ、アイルランドのね、コーク州にできたウエストコーク蒸留所にて行われているんですけど、このね蒸留に関してはタイミングだったりをねカミューのマスターブレンダーが、細かく指示して蒸留が行われているということで、蒸留レシピが渡されているみたいですね。だからカミューが監督しているということです。最高品質の麦芽を3回蒸留していて、バーボン樽で5年間熟成して、その後にカミューのコニャック樽で6ヶ月高熟しているというものになります、はい、ちなみにですねフィニッシュの樽はカミューでね、40年ほど熟成に使われたフル樽を使用しています。でこのランベイっていう島はどう関係してくるかというと、ここにね熟成庫があるんですね、はい、その熟成庫で寝かされたのがこのランベイシングルモルトになります。このね熟成庫のことはザ・シー・カスク・ルームと呼ばれてるみたいで、海の息吹を取り込んで熟成というね、ことらしいですけど、ノンピートです。ちなみにね次です。銀賞です。ダンビルズ12年 PX カスク、はい、アイリッシュウイスキーになります、シングルモルトです。ちなみにね2013年に創業した北アイルランドにある、エクリンビル蒸留所で作られているシングルモルトで、19世紀にあった銘柄を復活させたものになっています。甘口のシェリーのペドロヒメネスの樽で、高熟したものになっているんですが、濃厚なフルーティーさとチョコレートのようなコクで、とてもね評価が高いですね。PX っていうのはペドロヒメネスの略です。ちなみにね価格はね高いんですけど、僕は飲む価値があると思いますね。これ美味しいんですよ。置いてる店は少ないかもしれないですね、うん、記憶しておくといつか飲めるチャンスがあるかもしれません。結構、デザインがね派手なので分かりやすいと思います、はい、次です。クロナキルティシングルバッジダブルオークフィニッシュ、はい、アイルランドのウイスキーです。2018年にですねアイルランドのコーク州の、クロナキルティに設立された蒸留所で、2019年の3月から蒸留を開始しています。新しいですね。とてもね設立者はですねこの地で8代にわたって農場を営んできたスカリー家で、自社畑で生産された大麦を使用して3回蒸留しています。高品質なアイリッシュシングルポットスチルウイスキーを製造しているんですが、アイリッシュウイスキーはねこのシングルポットスチルウイスキーっていうのがあります。はい、これは何かというと、
大麦を発芽させたものをモルトって言いますけどね、モルトをまず 30% 以上使用していて、そして未発芽の大麦、はい、発芽してない状態ね、モルトじゃない状態の大麦を 30% 以上、そして、それプラスライ麦だったり小麦だったり、あとオート麦ねだったりを、配合して2回か3回蒸留、ものによって違うんですが、よくまあ3回蒸留って説明されますけど、2回でもいいみたいですね、定義的には。これはね、ブレンデッドウイスキーが登場する100年以上前は一番主流のアイリッシュウイスキーの形だったみたいなんですけど、そこからどん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 ね、ブレンデッドウイスキーにとって変わっていったっていう歴史があって、今はね結構、いろんな蒸留所でこのシングルポットスチルウイスキーっていうのがまたね見直されて作られていますね。有名なのはね、グリーンスポットだったりとか、銘柄として有名なのはね、あとはレッドブレストとかねが有名ですね、人気です。このシングルポットスチルウイスキーの特徴っていうのは、結構オイリーで穀物感の強い、味わいになりますね。これはね、4年熟成されたモルト原酒とバーボンダルで10年熟成されたグレン原酒をブレンドして、アメリカンオークのシンダルとトーストとリチャーしたボルドー産ワインオークダルにそれぞれ3から6ヶ月香熟したものということです。はい、次です。銀賞受賞ですね、アイリッシュマンのファウンダーズリザーブ、はい、こちらもですね、アイリッシュウイスキー、そして、シングルポットスチルウイスキーです。モルト原酒が 70%、 そして、シングルポットスチル原酒が 30% をバッティングさせた大麦のみを使った、シングルポットスチルなんですが、3回蒸留の後バーボンカスクで熟成して、全て単式蒸留機のみで蒸留されています。はい、世界的ウイスキー評論家のジム・マーレーの、ウイスキーバイブルでは、93点を叩き出していますね。はい、高い評価をされています。次です。同所ハイコーストシングルモルトウイスキーティンマー、はい、ティンマーっていうのは材木を意味しています。フェノール値がなんとね 46ppm もありますね。ピーテッドモルトを使用していて、サイズの違う2種類のファーストフィルバーボンダルで約6年間、熟成した原酒をバッティングしています。はい、スモーキーかつバニラの甘み豊かなシングルモルトということで、2018年にボックス蒸留所という名前から、名前を変更してハイコースト蒸留所というふうになりました。あのコンパスボックスっていうボトラーズのメーカーがあるんですけど、そことね混同しないようにということみたいです。この蒸留所ね、2010年に設立したばっかりなんですけど、この蒸留所が注目を浴びたきっかけっていうのは、蒸留責任者とあとは蒸留所、設立の中心人物でもあるジョン・マクドゥーガルさんが、携わったってことなんですね。この方ね、バルベニーだったりとか、ラフロイグ蒸留所だったりとか、あとはスプリングバンク蒸留所の蒸留所所長を務めたことがある方で、もうとても経験豊富な方なんですね。ここはアイルランドのウイスキーですよ。なのでね、ウイスキー業界が注目しないわけないということで、スコッチ好きの方もかなりね注目している蒸留所なんじゃないかなと思いますね。今回その他にはですね、ハイコーストベルグっていうのも同賞を受賞しています。ベルグはですね、バーボンダルで、約2年間熟成して、その後に、2年間ペドロヒメネスシェリーダルで熟成したものになっています。ちなみにハイコースト2012、8年蒸留所限定ボトルっていうのが銀賞受賞してたんですけど、蒸留所限定ボトルはさすがにね、除外しました。はい、要チェックですね、ここの蒸留所は。次です。銀賞受賞、レイクスザウイスキーメーカーズリザーブナンバー3、はい、まあそこそこいい値段するシングルモルトウイスキーなんですが、ここね2014年に誕生したばかりの蒸留所で、レイクス蒸留所という名前の、蒸留所で作られています。蒸留所のねマネージングディレクターはポール・カリーさんという方なんですけど、この方ね実は元シーバスのですねマネージングディレクターだったハロルド・カリーさんという、方がいるんですけど、その方の息子さんなんですね。このハロルド・カリーさん、どうして有名かというとですね、なんとシーバスを退社した後にアラン蒸留所を作った人です。はい、なのでアラン蒸留所を作るときはポール・カリーさんとね、もう一人息子さんいらっしゃるんですけど、この息子さんで、協力してねアラン蒸留所を建てたという経緯があります。はい、
なのでもちろんですね、アラン蒸留所を作った時のノウハウも受け継いでるわけですね。もちろんですね、この蒸留所を設立する際にもアラン蒸留所を作った時と同じようにクラウドファンディングみたいなね、仕組みで資金を集めたりしたみたいですね。まあ実際には年会費を取って、年会費を払ってくれた人には会員特典としていろいろサービスがありますよっていうシステムを作ったんですね。こちらはですね、最高級のペドロヒメネスシェリーダルとオロロスシェリーダル、そしてクリームシェリー、あとは赤ワインの最高級ダルで熟成された世界に類を見ない味わいと、香りということらしいです。僕はあんま飲んだことないですね、うん、続いて、同商です。レイクスザワンシグニチャー、はい、こちらもですねレイクス蒸留所のものなんですが、まだちょっとレイクス蒸留所若い蒸留所なので、日本でいうねワールドブレンデッドウイスキー的なものも作っています。このレイクスザワンシグニチャーはレイクスの、モルト原酒プラススコットランドのハイランド、そしてスペイサイドアイラの厳選されたスコッチと、あとはグレーンウイスキーをブレンドしたものになってますね。まあ、決して買いやすい値段とは言えませんが、ストーリーを聞くとちょっと購買意欲が湧くんじゃないかなと思います。はい、以上で10本ですね。まだね受賞したもの、オーストラリアのウイスキーだったりとかも受賞してましたし、あとさっき国を言うの忘れてたんですけど、ハイコーストはスウェーデンの、蒸留所です。でもうちょっと受賞ウイスキーあったんですけど、やっぱり情報がなかったり僕もよく知らないものだったりするので紹介はちょっと省きましたね、気になる方は先ほども言ったように TWSC の、公式ホームページから PDF をダウンロードしてぜひ見てください。かなり馴染みのないウイスキーばっかりだったんじゃないかなと思いますが、新しいウイスキーのね扉を開けるには、このランキングは少しでも参考になったんじゃないかなと思います。特にね、本当にカバランは毎年毎年、ファンが増えてっているんじゃないかなと思いますし、結構こんな田舎でもね普通に売ってる場所があったりとかするぐらい徐々にね、販路が広がってるんじゃないかなと思いますね。まあ、アイリッシュについては新規蒸留所も続々とねできてるみたいなので、これから楽しみなところがまだまだあります。はい、そしてその他のウイスキーはそんなに今回イングランドとスウェーデンと、まあ、台湾ですよね、台湾ぐらいしかなかったと思いますが、インドのアムルットだったりとかいろんな国で、シングルモルト、ブレンデッドウイスキー、さまざまなウイスキーが作られているので、何かおすすめがあったらまた動画で紹介したいなと思います。それではチャンネル登録、ツイッターフォロー、インスタのフォロー、サブチャンネルの登録をよろしくお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。